両面折り紙を使って金の扇と銀の扇を作ってみました。赤と銀の両面折り紙を折っていきます。今回は壁面に飾ってあったものを再利用しているので、画鋲の小さな穴が開いています。銀色の方を上にして赤が4センチぐらい見えるように折ります。次に90度回し、赤い方が上になるように置きます。これを2つ折りにして真ん中に折り目をつけます。一度開いて真ん中の折り目に合わせて折ります。反対側も同じように真ん中の折り目に合わせて折ります。手前を開いて向こうの端に合わせて折ると8分の1の折り目がつきます。また元に戻して反対側も同じように8分の1の折り目をつけます。これを開いて手前の折り目に合わせて折ると、これでまた8分の1です。反対側も同じようにします。これで同じ向きに8等分の折り目がつきました。これをさらに細かく16等分に屏風折りにしていきます。8等分のところに折り目をつけてあるので、持ち上げては半分に折るを繰り返していけば屏風折りができます。銀色の方を自分の方に向けて端を斜めに切り落とします。赤いところの真ん中あたりを中に細い針金が入っているラッピングモールで縛ります。これで開くと扇の形になっています。持ち手の部分も開いてみましょう。少し長かったので切っておきます。ここに水引きの飾りもつけましょう。45センチの水引きを3本真ん中で折ったら、モールで縛ったところより少し上に引っ掛けて、右側から来た水引きを上から下に通してギュッと縛ります。左利きの人は反対にしてください。で、左側の水引きで輪を作って、今度は反対側の水引きを上から下にかけてそこに通し、蝶結びにします。水引きの端はハサミで切って長さを揃えます。銀色の扇と同じようにして金色の扇も作りましょう。壁面に飾るときには扇の両側と真ん中にボンドをつけます。ボンドをつけたところをプッシュピンで留めておき、乾いてからプッシュピンを外します。扇を付け加えると壁面飾りがぐっとお正月らしくなります。フラワーアレンジメントにも付け加えるといいですね。他にもいろいろな使い方がありそうです。工夫してお楽しみください。